What's up, boys and girls? どうも皆さん、ブンチャテとマーキュリーです。ヒットマン2。今回も、ターゲットおじいちゃん、ヨボヨボのおじいちゃんをですね、毒殺していきたいと思います。流れ前回とほぼ同じです。まあ、もう9割が一緒ですね。違うのはですね、最後毒の瓶を前回の動画では美味しそうな、なんかケーキっぽいものに入れたと思うんですけど、今回お茶に注ぐっていう、そこだけの違いで、あとは全て一緒なんですよね。まあ非常によく似てるミッションとなってます。まあ、前回と同じように毒の瓶取りまして、でもうすでに毒の瓶持ち込み可能だよって方は、わざわざここで取らなくても、普通に持ち込んでもらったら OK です。で、まあ、まっすぐ進んでいくわけなんですけど、左側にガレージが存在しますので、このガレージをですね、ロックピックでカチャッと開けます。まずね。まあ、前回と同じですね。でここ入ると出し入れ禁止エリアなんで、ここバレないように、ちょっと気をつけてください。はい、で、あとまあ同じ流れですね。敵が来ると思うので、コイン投げて気絶させて、で、お茶を注いで毒入れて、ミッション終了ですね。よいしょ。で、2月3日の日曜日、私は大阪を離れて、横浜の方に旅立ちますので、ちょっとおそらく動画投稿できないかと思います。はい、で、サイレントテイクダウン終わりますと、ここにお茶注ぐやつがあるんで、これでお茶を注ぎますと。おいしいおいしいお茶を注ぐ。そして、毒を入れて、ムフフ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 。はい、というわけで、今回のヒットマン2はここまで。あとは、ターゲット来るのを待つだけなので、基本的に何もすることないんですけど、まあ、暇なんで、ガレージ閉めて、ボディでも隠して終わりたいと思います。ちなみに、別にガレージ閉める必要もボディ隠す必要も特にありません。まあ、ちょっと暇つぶしにね、ターゲットが来るまでの時間つぶしにボディでも隠しとこうかなっていう、そういう感じですね。メキシコって書いてある。はい、というわけでどうも皆さんありがとうございました。また次回、ヒットマン2でお会いしましょう。See you next time. Peace out. And I'll be back. Death feels like an easy way out for a man like him. Still, we are close now, 47. Yeah, Command, I'm wrapping up the incident. Over and out.